ホルガ 120GCFN ラマグロフィティアーナ。使用フィルムは120ラマグロフィフィッシュアイカメラビビター、ウルトラワイドスリム。使用フィルムは135トイカメラはガムのような素材で製造され、低所得者や燃焼者を中心とした大衆的な普及を目的とした写真機である。筐体、レンズ等、ほぼ全体を構成する素材が、 合成樹脂等から作られ、軽量であり、組み立ての構成が比較的簡単で、比較的安価である。香港製の銀塩写真機である、ホルガがその代表とされる。デジタルカメラ製品については略して、トイデジカメ、さらに略して、トイデジと呼び、フィルムカメラの製品と区別することが多い。香港では、主に銀塩写真のためのフィルムカメラについて扱う。 デジタルカメラ製品については、トイデジカメの項を参照。大衆的な製品として、安価な材質を用い、簡素化された製品であり、同一の構造でも品質に、ばらつきが多く見られる製品も多い。その構造ゆえ、一般的なメーカー製カメラと比べて歪み、ボケ、現実とかけ離れた色調が生じるなど、特殊な写りを見せる製品が少なくない。工業製品として見れば、 欠陥とも言える、その奇妙な光学効果を一部愛好者などが逆に利用した写真が発表され、芸術関連の分野で賞を得ることも生じ、それらの評価で人気に火がついた。現在でも強い支持を受けている。代表的なトイカメラとされる、ホルガはレンズがプラスティック製であり、世界で唯一魂を持つカメラ、キング・オブ・トイカメラ、カルトカメラと評される。ホルガには、 プラスティックレンズとガラス製レンズの2種類があり、全社で撮影した写真は四隅が暗部になる特徴がある。写真家の藤田人先は、1959年に日本で発売された小型、軽量、ハーフサイズの普及型写真機オリンパスペンにも、トイカメラに似た開発思想が見られると指摘する。1992年に、 オーストリアのウィーンで始まったムーブメントとしてのロモグラフィーは1984年に大量生産が開始されたソビエト連邦製の写真機ロモ LCA をその中心に据えている。ロシアでの生産が終了した後の2006年、ロモグラフィーは同期のレプリカとしてロモ LCA の製造販売を開始した。ロモグラフィーは2011年同社初の撮影機。 ロモ機能の製造販売を開始し、トイカメラは動画の時代に入った。ロモグラフィーは自社ブランドカメラをトイカメラと呼んでいないが、同社製のフィルムカメラは多くがトイカメラの範疇に入る製品である。使うフィルムについては様々で、120フィルム135フィルムを中心に、110フィルム仕様のものや、オプションでインスタントフィルムが使えるものもある。 110フィルムは一時期生産が終了したため、同フィルムを使うトイカメラも市場から消えたが、近年のフィルム復活に伴い、再び製品が流通するようになった。根強いトイカメラの愛好家のために開発された携帯電話のアプリでは、トイカメラ特有の歪み、ボケ、色調等の独特の光学効果を再現している。ホルガで撮影された特徴的なケラレが見られる。 写真で、トイカメラの範疇にある、フィルムカメラの一覧、トイデジカメの範疇にあるものを除く、大人の科学にガンでフカメラ、ありがとうございます。